皆さんこんにちは、ポケモン3分第7世代の WCS レート対戦実況を生放送していきたいと思います。まあ、Twitch の生配信、生放送していくって形なんですが、まあ、この放送の前に生放送とか動画で高画質の配信をちょっとチャレンジしてて、配信ツールの OBS で解像度の数値をちょっと上げて、まあ、より高画質の映像をお見せしたいなと思って調整をいろいろやってたんですけど、高画質で配信しようとすると、あの CPU 使用率、パソコンの CPU 使用率がすごい高くなって PC に負荷がすごいかかって、なんか配信画面が乱れたりとか配信音量が、まあ、バグったりとかいろいろ不具合が生じたので、高画質配信にチャレンジしてみたけど、やっぱり元の画質のままでいきますっていう、そういう報告です。もっとね、まあ高いパソコンというか、最近だとゲーミング PC、 エイリアンとかいうメーカーでしたっけ、なんかゲーミング PC とかもあるらしくて、まあ20万とか30万の高い PC を、はい、あのゲーム配信用の PC を買えばこの問題解決されるかもしれませんが、今のところは画質を上げることができませんでした、残念ながら。というわけで生放送やっていきたいと思います。で、パーティー的なことで言うと、まあ、ずっと同じパーティーベースではあるんですが、まあ、本当に同じままでもつまんないなと思ってミラカロス入れました。ミラカロスを入れて変わることは、これもともとベトベトンがいた位置なんだけど、まあ、特性威嚇の相手のウィンディとかバークアウトをちょびっと牽制できる意味があるのと、まあ、あと水タイプのポケモン、高耐久水タイプのポケモンを入れることで、まあ、相手のアメパーティーに対してのなんだろうな、まあ受け出し繰り出しての立ち回りの融通性が、まあ、上がるんじゃないかという期待でミロカラス入れてます。ただミロカラス自身は勝ち気を発動しないとほぼ火力がないポケモンと言えるので、扱いがまあ難しいポケモンだから注意したいところ。食べ残しミロカラスという方が好きだけど、まあ、食べ残しは鉄加減で持たせてる都合で、今回タラプの実ですね。タラプの実の効果は、これで見れるかな。ポケモンに持たせると特殊技を受けた時自分の特防が上がる、まあ居座り性能が上がるんですよね。どっちかっていうとこれをうまく発動させて相手の電気タイプの技を受けられる、そういう動きをしたいって感じですね。まあベトベトの叩き落とすとか、数は少ないけど叩き落とす使うポケモン、ベトベトン、ハリティアマ、バルジーナとかも覚えるか、アロラダブルルールだとしても、持ち物を叩き落とされることも考えると、まあ一回発動して消費してしまうアイテムの方が使いやすいかなっていう思いもあります。で、主人公の衣装を変えてます。まあずっとファッション、主人公のヘアスタイルと服装全く変えずに長いこと使ってたんですが、ようやく変えました。まあね、男のプレイヤーが女性、女の子主人公でプレイするのはどうなんかしらっていう意見もまああるかもしれませんが、まあね、男ばっかのホモホモしい感じよりは女の子を入れて可愛くコーディネートした方が楽しいんじゃないんですかね。僕まあポケモンに限らず他のスマホアプリのソーシャルゲームとかやるときもアバターとかそういうの選択できるやつ、選択できるやつだったら大体女の子アイコンとか女の子のやつ選んでるんですよね。まあ、実際対戦オフ会とか行っても、まあ、男性プレイヤーばっかなんだけど女の子主人公にしてる人が多いと思いますよ、僕の感覚的にも。 Twitch の方コメントをしていただければ、まあ、なるべく拾うようにしますんで、まあ、適当にコメントしていただければ幸いです。ドイツヘッセン州のディヒエさん、レート1185、ドイツ語読みだと何てなるんだろう。対戦よろしくお願いします。パーティーをキャプチャーします。相手のパーティー、ペリッパー、バルジーナじゃねえや、まあ、バルジーナは対になるポケモンなんだけど、ペリッパー、ウォーグル、カプコテコ、カプテテフ、テッカグヤじゃなくてメタグロス、カビゴンですね。カビゴンが呪いリサイクル型だったらうまく立ち回って注意しないといけないなってところ。あとシナジー的に言うとカプコテコが天候雨を利用して雷使ってくる可能性がある。あとカプテテフのサイコフィールドでメタグロスの思念の頭突きの威力が上がる。その辺に注意したいかなと思います。おっとっとっと、ウォーグルを初手から出すわけにもいかんので、じゃあウォーグルじゃない、ウィンディーで間違えた。
カプコチェコ、ガブリアス、あ、これカピコに対して薄くなるか。ウィンディ出したいけど、カプコチェコ、ガブリアス、ポリゴン2、せっかくこれでいきます。対戦よろしくお願いします。あんまり型にはまってないパーティーだから、相手のパーティー、まあ立ち回りどうするかってすげえ悩んでるところあるんですけど、アメパーティーだったらフェリッパー出すんだったら大抵ゴルダックと組んでるから、ゴルダックがいないアメパーティーっていうとすごい珍しい感覚を覚えます。その辺りのカプコテかウィンディーでもよかったな、どうせ縛れるんだから。デテフカビゴン、カビゴン放置するとだるいんだけど、どうしようかな。カビゴンに積まれても厄介だな。スカーフテテフですね。居座るかどうか分からんけど、交代するかなんかすると思うんで、電池 Z でカプテテフ方向ぶっ飛ばします。電池 Z をカプテテフに。ガブリアスは交代先は浮いてるポケモン、ペリッパー、バレジナじゃないや、ブレイビアリーだけ、ごめん、なんだっけ、ウォーグル、まあその辺可能性あるけど、ナタレ、スカーフテテフだったから、フィールド塗り替えのあれの効果の順番で、発動順番でサイコフィールドが先に発動して、その後レジフィールドだったんで、テテフが強引に座って死んでいくかどうかだけど、結構ダメージもらっちゃいました。カビゴン方向に行った方が良かったかな。相手はテテフ捨てですね。スパーキングギガボルトでテテフは吹っ飛ぶんだけど、カビゴンが呪いリサイクル積んできても厄介だし、10万馬力か恩返しでコテコ倒しに来ても厄介だから、できることなら岩の上でひるんでほしいっていう、そういう願望。おい外すなよ、おい、それは切れてきたろ。もうガブリアス怒られた。もうこの外しマジです。ないない、ないの、ないないのない。カビゴンを処理するルートを、めっちゃ今考えてます。どうせ半回復地のみのリサイクル持ってるだろうから、腹太鼓じゃないだろうし。コテコ、ちょっと辛いな、これ。社員でも縛られてる状況。10万打ってくれば何言ってくるか分からんな。受け出しもちょっと辛い状況。ボルトチェンジをコチェコに打ちながら、ガブリアスを的確でチェンジ。相手のコチェコが臆病なのか控えめなのか分からんけど、マジカルシャイン打たれたらコチェコも死ぬな。タマシャインでも多分死ぬ。臆病タマシャインでも。できればカプコチェコにちょびっとダメージを入れといて、その後ポリゴン2のトライアタックで仕留めたいっていう、そういう意図の動きです。通った。マジカルシャイン打ってる気がするんで、ポリゴン2にチェンジします。相手のコテコの持ち物を確定させたいんですけど、弾だったら縛られるからきついかな。攻撃が上がる。ん？何これ？エスパー Z？ あれ？これフェアリー Z でもないよね。何これ？ジェットリフレクターだと？なんだその技は。初めて見たぞ。カプコチェコが使ってくんの。で、これで持ち物がこだわりメガネでも命の玉でもないことが確定したんだから、トライアタックをカプコチェコに打って、鉄火街は宿り木をカビゴン方向に。じゃ相手のカプコチェコ遅かったんだけど、なんだろう、控えめコチェコなのか、もっと遅いコチェコなのか。耐久振りで
素晴らしさ全然上げてない子ってことか。でも最低ガブリアス100中属の1くらいしてるんかな。とりあえず相手のポケモンの数を減らしてサイクル戦を防ぐ。トライアタックはダウンロード発動してないからカップコーティングを落とすには多分足りない火力なので、やけどか氷を引いてほしい。追加効果3割。電気技入れてないのかこのコーティング。マジカルシャインもなさそうだなこの。おい、それギルティだからもう、それ外すのなしだからマジで。おい、もういい、辛すぎだろそれ。ポリゴン2自己再生でヘビーボンバーを駆け込み。もう宿りの種命中率 90% だから信頼ならぬなマジで。カプコチェここまで見せてる技が Z ディフレクターと自然の怒りなんで、マジカルシャインはおそらくないと思ってます。10万ボルトやボルトチェンジはあるかもな。まだ相手のカプコチェの方が完璧に把握できてない。普通のアタッカータイプではないことは分かってる。ガブリアスにチェンジできればよかったか。テビーボンバーでコチェコ落とす。落とせてないんだけど勝って、なんだこのコチェコは。硬すぎだろ。これ自然の怒りとワイルドボルトでテッカグが死ぬ可能性があるな。どうするのが一番いいんだ。カブコテコめっちゃ耐久振ってるやつだっていうことが分かったけど、素直に自信打っていいのかどうかも分からんし、ワイルドボルト狂い読みで守りました。自然の怒りワイルドボルト集中を鉄壁方向に打ってくると思ったので守りました。そういえばリフレクターってことを今思い出しました。リフレクターって3分の2だよね、ダブルバトル補正だと。ワイルドボルト打ってこなかった、つらい。ワイルドボルトじゃないや、自然の怒り。カビゴンとテッカグ11で多分負けるんだよね、呪いだから。イワナで撃った方がよかったか。カビ、イワナダレで宿り着をカビゴンに。呪いリサイクルで粘られてもクソだるい展開になるんだけど、急所で吹っ飛ばすとかなんかないかな。ウォーグルはブレイバードガブリアスに打ってきたら多分ガブリア死ぬんで、クソ辛いっすね。カビゴン突破ルートがもはや急所しかなくなるか、 もしくはコチェコの電池技で飛ばすだけど、レティフィールド10万でもカビゴンめっちゃ耐えそうだからな。ギリギリ、おっそ、相手のウォーグルおっそ、ギリギリ木の実発動しないラインから倒すのが一番いいかなと思ったけど、厳しいかもな。ウォーグルとカビゴン両方ひるむとかないですかね、そういう行は。追い風、呪いと追い風はアンチシナジー感やばい気がするんだが。おい、なんでこなすね、もう2回目だぞ外し、おかしすぎやろ。もう宿り着の種2回外してんだけど1試合で、ゴミかよ。もうどんだけ外すねん、もう。もう、ぶち切れマンモス状態なんだが。
サビゴンがどうやっても突破できない気がしてきて辛い。一応これコチェコで打てるっていう択はあったけど、じゃあ門外飛んできたけど気持ち悪いだしな。しかも追いかけ状態だし。弾をぐる。ようやく当てたわ。あーリサイクル。数的不利を取られないようにこちらでブレイバード打ってた方が良かったかな。それだったら知らなかったけど、うん、どうなんだろう。で、カビゴン、ちょっと待って、カビゴン、ワイルドボルト、リサイクル、恩返しがないのか。呪いリサイクル、ワイルドボルト、10万馬力。恩返しがないっぽいな。ヘビーボンバーを送る。うん、そっちに打ってる。カビゴンを10万ボルトで突破するしかないんだけど、落ちない気がするんだよな。特防上がるけど、ワイルドボルトはレシーフィールド状態で食らうのはきつい。呪いに積みだったよね。耐えませんでした。急所じゃねえか。ギリギリ、もちろんの発動してないけど、相手のカップコットが10万ボルト持ったよね。絶対このターンカビゴン倒さなきゃいけなくて、10万で倒せたらワンチャンある。追いかけ切れるから。カビゴン守れないでしょ。もう技構成が10万馬力、ワイルドボルト、呪い、リサイクルでしょ。このターン、コチェコが相手のコチェコの10万耐えるならば、カビゴン倒す道はあるけど、じゃあカビゴンさらに倒したら、勝ち筋はある。相手のカップコチェコ素早さ遅いし、あー光の壁持ってんのかよ。両壁コチェコかよ。シングルバトルかよって感じだ、これ。急所出さないと飛ばせない。耐えられました。終わった。終わり。マジっすか。そんなカプコチがいるの。まあ、命中安定のワイルドボルト打ってきましたね。シングルバトルで壁張り、両壁張りコチェコがいるのは知ってたけど、ダブルバトルでこれ使われたの初めてだ。カプコチェコ、自然の怒りコチェコは知ってて、フリーフォール使うカプコチェコも知ってたけど、リフレクター光の壁、しかもジェットリフレクターを初めて見たって感じで、マジで仰天、びっくり仰天でございます。はい、まあ呪いリサイクルカビゴンが重い戦況してしまっていうか、そもそも構築単位でカビゴンが重いっていうあれなんですけど、まあ宿り木を途中で外しまくったのもジリティ感がやばかったけど、もう、てっかくや先般と言っていいと思うんですけど。1730でございます。対戦相手を探しています。しばらくお待ちください。ベトベトンある。アローラの姿ベトベトンを今は、ニローカロスに変更しております。カプテテフはね、やっぱスカーフでも、スカーフじゃなくても強いってことを改めてさっきの試合思い知らされました。上からマジカルシャイン打たれても、まあまあダメージ入ったし。あと一般的な呪いサイクルカビゴンが、耐久値どんぐらい振ってるか、把握しきれてない部分があるんだけど、大阪府の大井さん。またカビゴンですよ、奥さん。電気ジェットで倒せるラインがどっからなのかがよくわからないんだよな。満タン状態だと多分落ちないと思うんですよ。神風シェイチさん、こんにちは。生配信するときにコメント欄を放送画面に映して動画化とかしたときにもコメントが残るようにしたいなって思ってるんですけど、ツイッチで配信してるこの枠を配信画面にうまく読み取らせるのがちょっと設定をうまくできてなくて、やれてないんですけど、後々やりたいなと思ってます。
せっかく視聴者さんがコメントしてくれるんでね、それを残したいなって思いがすげえあります。まあカビゴンが重くならないようにしたいかな。ニロコロス比較的刺さりそうだけど、どうなんだろう。ウィンディ、ニロカロス。カプコテコ。結果これでいきます。対戦よろしくお願いします。カプコテコ、ウィンディ、ジャロス、ガブリアス、カビゴン。ウツライドなんで、まあ、威嚇が2枚いるから、ミロカラスを潜入したいと思ったけど、うまく立ち回れればいいかな。相手の潜入はカプコチェコ、ガブリアス。こっちの潜入はミロカラス、ウィンディ。ちょいと地面デッドが怖いところ。こういうセンスしてくるってことは、ガブリアスがスカーフじゃなくて、今向いてるポケモンジャラスいるけど、スカーフじゃなくて地面出た気がするんだよね。ウィンディを鉄火魚に変えて、ミロカロス。守る。ガブリアス引っ込めて出てくるのがウツロイド。動かしたかこれ。地面 Z じゃないのかよ、交代するってことは。あるいは冷凍ビーム嫌ったか。ちょっと予想外、社員から入ってきた。コチェコが最初に動くんで10万ボルト食らう可能性がある。コチェコに宿り打ちつつ熱湯を移ろいだね。スカーフツロイドかどうかかなと気になる。タスキかスカーフか。シャイン打ってきた。タラトの実が発動。特防が上がる。パワージェムがミラクル走行に。タマウツロイドですね。はいはいはい。ヤチロ引けないかな。3割引けませんでした。当てろよボケナス。もうさっきから何回やってんねん。もうギルティマジでないわ。それはないでしょマジで。ヘビーボンバーをつろいでみ、ミラクラス自己再生。もうこの鉄火魚マジサッコだろ。安定構造に逃げる宿り弦単で打たずにヘビーボンボ打つべきだったのか、コチェコに。それか、ウツロイド絶対動いてくる読みでウツロイドを倒しに行く方が良かったのか、これは。コチェコが引っ込んで出てくるのが、宿り外します。命中率 90% ですからね、これ。マジで、当てにならんおじさんですよ、マジ。地面ジェットがまだ分からない。何かあるかどうか。
鉄格やウィンディに変えつつミラカラスでネットを頑張りやすそう。ネットのやけどって結構相手にすると厄介なんですけど、自分がネットを使うと全然やけどしてねえな。地面ゼットガブリアスが地面ゼットをミノカラスに打ってくる読みで威嚇入れつつネットを打ちました。ガブリアスが引っ込んで出てくるのはコチェコってことは相手の移ろいが居座るのか。やけどしてねえかな。そしてなんで今ガブリアスが居座らない意味あったか。なんで交代したの。ああそっちなのかよ。ウィンディが死にかける。ネットをウツロイド方向に打てばよかったか。相手のウツロイドが次は重くなりそうで怖いってかなってるけど、それにチョッキではないよな。少なくともこのダメージ入り方が言って、ウィンディを鉄格チェンジしてネットをコチェコに。難しいな。鉄格が居座ってヘビーボンバーをウツロイドに打つのがさっきのターン正解行動だったんですけど、結果的に言うとウツロイドをミスミス倒されるようなことを相手がしないと思ったので引っ込めたんだけど、それがよろしくなかったです。相手なんでサイクル回してんだ。ずっとネット3回目だから、そろそろやけど引いてくれませんかね。相手ガブリアスだからやけどしてくれる。すごい美味しいんですけど、お願いします奥さん。めっちゃダメージ入ったわ。やけど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 、燃えろよ。燃えません。頼りにならんわ。ヘビーボンバーをつろいでにネットをガブリア倉庫。相手が右側のポケモンが何も行動せずに交代ばっかひたすら繰り返してくるのはどういう意味があるのか、どういう読みをしてるのか、いまいちまだよく分かってないけど。全然読みが噛み合わなくて辛いっす。ここはさすがに引っ込める意味ないだろ。なんで相手、それともこっちの構築知りたくて負けてもいいからなんかいろいろこっちの引き出しを 見たがってるのかな。何なんだろうこの行動は。ガブリアスが動かさない意味あったのか。そしてヤケロが全く引けませんね。4回目だぜ、ネット。ようやく相手のポケモン1体倒しました。で、こんでエレキフィールド終わるんじゃなかったっけ、確か。確か終わるはずなんだけど、数を数え間違えてなければ。あ、次のターンでした、すいません。ガブリアス。できればエレキフィールド状態で電気タイプの技を受けたくないので、ちょっと待って、あれ一旦切れたらもう一回エレキフィールド払えたんか。すいません、めっちゃ嘘言いました。ガブリアス、これ、剣の前とか持ってないさそうだし、ちょっと一旦両守りします。地面ゼットケアの意味もある。相手どっちも守ってねえな。ドラクロ。スカーフなのかな？ドラクロ入ってるってこと。あ、放電ね、放電。
レティフィールド放電はさすがに耐えないかな。ウィンディチェンジしてネットを固着方向に。ドラクロ入ってるガブリアスっていうか、ドラゴンタイプの技って今のアローラダブル環境でそんなに刺さらないから、入ってないこと多いんで、そんな技が入ってるってことは多分こだわってるガブリアスだと思うんだよね。基本的に地面技、この技、毒技ぐらいあれば、あとまあ岩投げで入る帰らないからけど、基本的にガブリアスってドラゴンタイプの技を打つシーンがないんですよね、アローラダブル環境。だからわざわざ入ってるってことは、スカーフ、もしくはまあハチマキなんじゃないかなと。ここ、麻痺って行動不能になるのはギリティだから、やめてくださいね、それは。めっちゃダメージ入った。ようやくこちこ落ちました。で、ラスイチがギャラドスか、なんだカビゴンかウィンディか。こちこから入りましょう、処理速度が速いんで。積まれると厄介だな。マジカルショーン打ちつつ、毒毒をカビゴンに。毒性免疫じゃないでしょ、うん、食いしん坊でしょ。ドラクロ耐えるよね、威嚇一回入れて。スカーフガブリアスだな。1で耐えた、ギアルタスキ発動。あとは、お急所でした。スカーフガブリアスだったの、やっぱり。これ結構危ないランスだったってことに後で知らされましたね。めっちゃ適当なこと言っててすみません。コンデモンのノリサイクルは防ぐ運動で勝ちでしょう。あと電気セットで吹っ飛ばして俺の勝ちだ。まあ仮に落ちなくても毒で死ぬでしょう、そのうち。エレキギルラストターンか。特殊耐久の高いカビゴンがエレキフィールド状態の電磁ジェット、スパーキングディカボルト。お、あ、相手が降参した。どんぐらい削れるかダメージ感覚がまだしっかりしてこなくて、7割8割ラインだったら落とせるんかな、カビゴン。こんな感じで、1戦目があんなんだ、2戦目が勝って、もう一試合やろうと思います。1741 1741ですございます。なんかミロクラスのタラプの実が活躍してるのかしてないのかいまいちわからんけど、まあ、今の試合に関しては活躍しましたね。居座り性能がよろしくなったんで。タラプの実ミロクラスは第6世代オーラスダブルで、全国ダブルでまあまあ使われてた方なんですけど、まあ今は使っても悪くはないかなって印象。ただアタッカー型のポケモンじゃなくて内寄りの構築になっちゃうから、その辺が噛み合うか噛み合わないかですね、構築単位で。次の対戦相手を探すのに時間がかかっております。話題がないので何かコメントしてくれると嬉しいです。シングルオフ会出るつもりでシングル対戦の練習をしてたんですけど、ちょびっとなんかやっぱダブルの方が面白いじゃんってなってダブルばっかりやっております。アメリカのガトーさん1676 1676対戦よろしくお願いします。流行りのパーティー風味ですね。中身が全く一緒かどうか分かりませんが、まあサイコシードバルジーナでしょ、こいつだったら確定で、ほぼ確定で。バルジーナ、カプテテフ、ウィンディ、メタグロス、ウツロイド、カミツルギですね。テテフに好き勝手させないために、まあ、テッカーガイ出そうかな。ガブリアス。ポリゴン2かカプコテコどっちがいいかな。カプコテコで。
まあ、サイコシールドバルジーナとカプテテフの組み合わせはまあ有名ですけど、追い風で、あとウツロイドと神剣の持ち物がそれぞれスカーフ、玉、アマチュアじゃない、その辺のどういう持ち合わせなのかってところ。なんか昨日から喉が痛くてあんまり声が出しづらい感じがあるんですけど、頑張って喋ってます。バルジーナカプテテフちょっとめんどくさいですね。バルジンナじゃなかったらテデフがエスパー Z だとウィンディが死んで普通の最近だったら耐えるっていう、そんな感じです。まあバルジンナが厄介なんで下げようかなと思ったけど、バークアウト打ちながら、じゃあ同時に分かんないよ、バルジーの方向にテテフが守る、追い風張ってくるんかな、ここはとりあえずあ、でもエスパーゼットまだ可能性があったな、メガネでないことは確定したけど、スカーフと追い風、バルジーナ自身が火力くないかと思いきやイカ様とかしてくるんで、それが厄介なんですよね。まあカプテテフが素直に居座ったらヘビーボンバーで死ぬんで、それはないかなっていう読みで動いてましたけど、ヘビーボンバーを出て方向に、エスパーZだったか。まあウィンディー死ぬのは知らない、テテフが飛ばせればいいか。一体犠牲になってしまうけども、ああそうか、今ベトベトン抜いてミラクラス入れてるんで、ベトベトンだったら悪タイプがいるからエスパー技の一貫切れてるんだけど、ベトベトンを抜いたからちょっとあれですね。でヘビーボンバー火力に振ってないから耐えられるかもしれない、耐えませんでした。でまだ追い風状態、怖いのはウィンディーかな、フレドラウィンディーが怖いけど、特殊ウィンディーだったらまあ耐えられる可能性ある。ガブリアスからいきます。ああ、ウィンディだな。ウィンディの方が何かも分からなく、ああ、炎Z はもうないんだな。ないけど、フレドラだと死ぬんですよね、ガブリアスが。ハチマキフレドラだともっときついし、追い風残り何ターンかなって思って、まだ2ターン残ってる。ラブリアスをコテコにチェンジしてでっかくで守る、挑発されて守るが出せないんでした、すいません。あーどうしようなこれ、ラブリアスをコテコに変えてでっかくではヘビーボンバーをバルジーナに、受け先がいないからこうした。あこんにちは、堀さんこんにちは、こんにちは。挑発受けて守るができなかったっていう、そういうオチ。耐えられません。叩き落とす。まあ、関係ないですね。電気Z だから。で、追い風ラストターン。このターンをしのがねばならぬ。ガブコテコ守ってガブリアスは自信打つけど、相手打てるポケモンこいつしかいないよね、バルジーナしかいなくて
でもウィンディー守られたら自信は取らないけど、岩永で打つより自信打つ方がいいでしょう。追いかけラストターンをしのぎたい。守りありました、すいません。叩き落とすからも嫌だな。バーカードでした。まあガブリアスは物理型のポケモンなんで全くこれは問題ないんだけど、守るで地震を防がれる。でバルジーナはサイコシード消費してすでに特防が上がってるんで、どうしようかなって今思ったけど、このターンウィンディ倒すこともできるし、ガブリア、あのポケコも、バルジーナ倒すこともできるんだけど、どっちがいいのか。フレドラでポケコ死ぬよね。追い風払われたとしてもバルジーナに火力ないんだったら、ウィンディさっきの弾持ってるから、ウィンディを倒してガブリアスは岩流れ、迅速打ってきた。どうせバルジーナにはヤドリの種が入ってるから自らオーバーのに発動させてきて、なんだこのコンボは自分で迅速打ってサメ肌ダメージをわざわざ受けに来て、そんでオーバーの実を消費して体力回復するっていう、なんかすげえことしてた相手。そういう、これ多分10万ボルト打てたらウィンディ死ななかったかもしれんですね。まあスパーキングギガボルトなんで落ちます。ウィンディ倒して、でバルジーナは素早さ振ってないことが多いんで、僕のガブリアスは多分抜いてるはずで、上から岩投げ打つのでひるませられれば美味しい。追い風払われるとちょびっとめんどくさい。オッケー、完璧じゃないか。ひるみ3割を狙いましたっていうドヤ顔したいけど、もうこれは勝ちやろ、さすがに勝ちやろ。ガブリアスまだ貯金も残ってるし勝ちでしょこれは。ウツロイド、あースカーフウツロイドで殺される可能性がまだある。どうしようどうしようどうしよう。スカーフウツロイド怖いから一旦守って岩流れ、補正かかってないメザコリなら耐えるはず。チョッキーだし急所だためにすれば、ああそれか、耐えました。弾でした。当てろよ当てろよ。で弾ってことは控え、あのカップコテを抜いてないんで上から10万って勝ちですね最後ちょっとヒヤヒヤしたけど勝ちやろ。さすがに10万をウツロイドに打って、ガブリアスはどうしよう。なんだ誰か。巻き込み自身打ってくれること期待してたのかな。ウツロイドは103族で102族のガブリアスに確定で早いんですよね。ここはどうしようかな。どっちかの攻撃で倒さなきゃいけなくて、2連守れないだろうから10万ボルト打ってガブリアス地震で、岩なだれは技外しが怖いので地震を選びました。まあこれ一応相手のウツロイドが2連守る成功させたら味方のカプコチェコを巻き込んで死ぬから、まだ負け筋があったんですけど、そもそも弾の反応ダメで死んできましたね。でもその前に10万ボルト9社当たってるんで、それが有効だった今地震選択しなかったら、で弾ダメージ入ってなかった で死ななかったら負けてたんでね。命中安定技を選んだんだけど、でも 2連守りされてたら負け筋もあったんで、まあ絶対いい動きではなかったけど、結果オーライだった感じですね。
3試合生放送して、まあ、最初負けたけどその後2連勝したんで、まあ、良かったです。もう最初に言ったんですけど、高画質の動画とか生放送チャレンジしようと思って解像度を上げた配信をしようとしたんだけど、画質を上げようとすると配信とか音声が乱れちゃうんで、今までの画質でいきます、すいませんが、パソコン、まあ、高いパソコン買ってスペック上げられたら高画質配信ができると思いますが、今のところはこれで見てもらえると嬉しいです。ここまで生放送見てくれている方ありがとうございます。また次回の生放送や動画でお会いしましょう。サンキューウォッチング前ビデオ、ビデオじゃない、ライブ3、 See you next time、 バイバイ。ほんまに見てくれてありがとう、応援よろしくお願いします。